ブート、ジョロキアとは、唐辛子属の栽培品種。北、インド及び、バングラデシュ産の唐辛子属の品種である。2007年に、ギネス世界記録でハバネロを抜いて、世界一辛い唐辛子として認定された。ドーセットナガという種が非公式世界一と、囁かれているが、これは、バングラデシュのシュレットから、ブートジョロキアの種を持ち帰り、イングランドのドーセットで育てたもの。もともとは、バングラデシュ産が原産である。現在、インド産とバングラデシュ産の間で、同種、異種をめぐり議論が行われているが、それに関しては、バングラデシュの企業が調査を行っている。分類については、木立唐辛子か、カプシクムキネンセかで、意見の相違が見られ、DNA 鑑定の結果では、双方の遺伝子が見られた。熟した実は、長さ 60mm から 85mm、幅 25mm から 30mm で、色はオレンジ、または赤。ハバネロに似るが表面は、ザラザラしており、凹凸がある。原産地のアッサム語では、唐辛子の実は、チベット唐辛子を意味する。とアッサム語では、発音が、母音だけの違いとなり、同じく、ブートとアルファベット表記される、が、幽霊を意味していることから英語で、ゴーストチリ、または、ゴーストペッパーと呼ばれることもある。日本語でブートジョロキア、または、ブットジョロキアと呼ばれる場合にも、この意味で説明されることがある。アッサム語では、ともされ、アッサム州東部から、ナガランド州に分布する少数民族に結びつけた。という名称もある。2000年に最初に報告された時の品種名、ナガハリやその AP 通信による報道で使われたナガジュロキア、またバングラデシュ産品のベンガル語名でも、ナガは本来この民族名、ナガであると考えられるが、英語では同じ綴りになるナーが、コブラに結びつけられやすい。ナガランド州の南、マニュプル州で話される、マニュプリ語では、と呼ばれる。ヒンディー語では、と名付けられた。主産地のナガランド州、及びマニュプール州ナガ地域では、ラジャーマルチャーと呼ばれるのが一般的で、ジョロキア名は全く通じない。原住民の生産に対して、学術研究が全く別に行われた結果である。原産地も辛みの量や、食文化の形態、研究の歴史背景からアッサムではなく、ナガランドと考えるのが妥当。現地人の間では、Nungba産が最も美味しく、Nungbaチリと呼ばれて有名。主に豚肉の煮物の味付けに、発酵タケノコと共に使われる。なお同種を使用した、菓子、魔王、ジョロキアを発売した東鳩の公式ページでは当初、バフットジョロキアと称していた。ヒンディー語では、とてもの意味。2000年、インドの防衛研究所はブートジョロキアのスコビル値を85万5000種と報告した。2004年、インドの会社は104万1427種を報告した。これは、ハバネロのほぼ2倍に相当する。なお純粋なカプサイシンは1500万から1600万種である。2005年、ニューメキシコ州立大学唐辛子研究所のポール・ボスランド名誉教授が、ニューメキシコ州南部、ラスクルーセス近郊で種から育てたものから、HPLC で100万1304種を記録した。2007年2月には、世界一辛い唐辛子として、ギネス世界記録に認定された。その後、より辛いキャロライナリーパーが現れ、2012年の測定では、平均156万9300スコビルであった。さらに2017年には、イギリスで開発された、ドラゴンズブレスが、最も辛い唐辛子とされた。その数ヶ月後、ペッパー X が318万スコビルを記録し、世界一辛い唐辛子となった。気候がブートジョロキアのスコビル値に与える影響は、大きい。アッサム州、テズプールとマディアプラデーシュ州、グアーリアルで育ったものでは、気温は、同程度だが乾燥した気候の校舎では、カプサイシン含有量が半分以下となっていた。素手で触るとかぶれるなどして危険なため取り扱い時は、ゴム手袋等を着用する必要がある。ジョロキアに触れた後は決して目をすったりしてはならない。産地では香辛料として用いるほか、生食することもある。薬用としては胃の不調を整えたり、発汗を促して夏の暑さを乗り切るために用いられる。北東インドでは畑や民家を荒らす野生のアジアゾウを撃退するためにすりつぶして柵に塗ったり、改造用の唐辛子発煙筒を開発する試みがなされている。基本は唐辛子の育て方で良いが、原産国の気象の影響を色濃く継いでおり、比較的高温を好む。この影響で種から育てる場合、日本の気候では、秋から春初頭にかけて、種まきをすると発芽はするがそれ以降育たず枯れることが多い。一般的には早くて3月、できれば4月頃に植えるのが良いとされる。発芽までは約2週間かかるとされ、発芽してからそれなりの姿になるまでが、上記理由から峠とされている。実の収穫ができるのは早くて8月頃、一般的には9月頃とされているが、苗のサイズにもより必ずしもそうであるとは限らない。実ができ始めて初期は緑色だが日が経つにつれて赤くなっていくところは一般的な唐辛子と同じである。違う点としては、鷹の爪のようなほっそりとした姿ではなく、デコボコした皮の影響で赤い種子等に近い。収穫時の注意点として、ハバネロの2倍近い強烈なカプサイシン量を誇るためゴム手袋、できればマスクとゴーグルを使用する。うっかり皮膚に接触すると後々痛みが走る。また、その気化した汁を吸引するだけで、喉や鼻、肺などに違和感や痛みが生じる場合がある。触った後の手で、粘膜や皮膚の薄い場所は絶対に触らないようにしたい。特にトイレに入るときは注意。カンティーノ、フィリップ D、ドイル、ジェームズ A、グラハム、シン W、ジャッド、ワルター S オルムステッド、リチャード G ソールティス、ダグラス E ソールティス、パメラ S ドンナヒュー、マイケル。J、トゥアーズ A、ファイロジェネティックノーマンクラーチャーオブトレーキオファイト 56E1E44 ブートジュロキアは長チリファンタルアグリテック2021年6月25日閲覧ボングラアグリーフーズ http://baf73.com ハット AB マサ R エトールザホッテストチリバラエティインインディアカレントサイエンス79287から 8http://www.ias.ac.in/currsi/aug1020.ac/scr974.pdf ab ハラルド・ツァーシキデーブ・デウィットドクター・ポール・ボスランドサーガ・ジュロキアサーチング・フォー・ザ・ニュー・ワールズ・ホッテスト・チリ2007年1月16日閲覧バーカー、キャサリンエル、ホットポッド、ワールズホッテストチリーズ、ナショナルジオグラフィックマガジン2007、21、キャンドレカンタオブハイドンナ、セカンドエド、グワハチビズビバディアーラヤ。1962、P391、P729、ナガメレッシュという表記も見られるが、おそらく、ベンガル語、または、アッサム語の方言音の転写であると思われる。なお、マニュプル州とミャンマーの国境に、メレッシュという町がある。また、ガネーシャ神のクジャクに乗る姿メヤッシュオラの点で、メレッシュという言い方がある。インディアンディフェンスリサーチラボラトリー。2006年12月12日閲覧。スコビルレーティングはズオブテインドスルー、HPLC アナリシス、アンパブリッシュとクレーム、B ジュロキア。2006年12月12日閲覧。AB シェーレン、L ロペス、NMSU is home to the world, S ホッテスト、チリペッパー。2007年2月21日閲覧。インディアンチリワールズホッテスト、ギネス。2007年2月18日閲覧。ギネスワールドレコーズ認定、世界一辛い唐辛子。2013年8月7日、ホッテストチリギネスワールドレコードハット、L グルメ。世界一辛い唐辛子、ペッパー X とは？L オンライン。L オンライン http://www.l.co.jp/グルメ/ピック/ペッパー1802272018年6月7日閲覧。チワリ A、エトール、アダプトビリティ、アンドプロダクションオブホッテストチリバラエティアンダー、グアリアクライマティックコンディションズ。カレントサイエンス88、1545から6、http://www.ias.ac.in/currsci/myy252005/1545.pdf。ゴーストチリバーンズアウェイストマックイルズダイエット&nutrition-msnbc.com。アソシエーテッドプレス2007年8月5日閲覧。フセイン・ワッサバー・ワールズ・ホッテスト・チリ・ユースト・アズ・エレファントリ・プラント。ナショナル・ジオグラフィック2007年11月21日閲覧。ありがとうございます。